マラと話し、同じ結論に至った。行動を起こす時が来た。我々のつながりを目撃者は弱点だと思っている。再び命を危険にさらさないだろうと考えているんだ。だがアマンダがいたら、今こそ攻撃を仕掛ける時だというだろうな。マラはお前を通して全てのエネルギーを集中させている。お前にはもう一度だけ亜空間を突破してもらいたい。もちろん、一人ではない。全員だ。皆をお前の功績の中で飛ばせるほどお前は強い。お前が影の軍団の帰還にたどり着いた時、皆一緒だ。ガーディアン、先導を頼む。連中を終わらせてやろう。ガーディアン、あなたの光と私が与えた力で亜空間を完全に理解して移動することができるはずです。勝利は目前、攻撃する時が来ました。影の軍団の機関が醜く空に浮かんでいます。思う存分破壊してやりなさい。我々はマラケルの助けを借りて亜空間を移動する。攻撃時にはお前を援護するぞ。みんなを先導してくれ。あの船に乗り込み、一緒に破壊してやろう。ガーディアン、心配はいらない。船のエンジンにたどり着けるようみんなで援護する。さあ、復讐に行くのです。コドエ兵として正義をなしなさい。長年宿られた兵と戦ってきたが、まさか亜空間に来ることになるとはな。マラケルの力はなかなかのものだが、無限ではない。この機会を無駄にしてはならない。そうだな、突破点ができたんだ。うまくやってくれ。ガーディアン、あの船を抜ける道を見つけるんだ。クロー、ミスラックスと俺は影の軍団を指揮してる奴らを倒し、楽しめそうだ。俺もだ。ミスラックス、痛い目を見せてやる。連中の船をぶっ壊して空から落としてやろう。奴らに奪われたものを思い出せ。何があっても止まるんじゃないぞ。準備完了。弾薬の保管庫を爆破する。よし、これで奴らの下方は使用不能だ。いいぞ。こちらはマラケルのコルセアと一緒だ。準備はできた。よし、デブリムが援護してくれてる。行こう。見えたぞ。ガーディアン、心配するな。こっちは大丈夫だ。私の力を受け入れるのです、ガーディアン。そしてあなたの光で敵の守りを突破しなさい。エンジンのオーバーヒートを止めているのはこの冷却ファンだけだ。まずはそのジェネレーターを破壊しないとだな。さっきでかいヘルメットをかぶったリージョナリーを仕留めた。リーダーに違いない。文字通り敵は頭を失ったな。そっちはエンジニアを倒してくれ。そしたらエンジンはお前のものだ。エンジンを破壊してこの船を落としてくる。マラケルが無事に返してくれる。任務を果たせ、ガーディアン。楽しみながらな。戦いはまだありますが、今日の勝利は我々のもの。ヨーロッパデッドゾーンの市民にもやり遂げたことを見てもらえるはずだ。目撃者の狙いが何であれ、俺たちがいれば大丈夫だと彼らも分かっている。ガーディアン、よくやった。みんなもな。素晴らしいチームワークだった。影の軍団を痛めつけてやったな。やり返す力はあるんだと連中に思い知らせてやれた。これでアマンダの思い出を称えることができる。やったな、ガーディアン。それから同行させてくれてありがとな。何発か撃ってすっきりしたよ。お前は素晴らしいこの絵だ。長く続いてほしいが、マラもエネルギーを使い続けられない。認めないだろうが、疲弊しているはずだ。アオー君の力が消えたとしても、皆お前への感謝を忘れることはない。マラも私もな。まだ捕虜の一団がいる。デブリムとミスラークスが救出のための努力を続けているよ。私もな。
全員を守ることはできないが、誰かを助けることはできる。それが一番大事なことだ。またな、ガーディアン。ホリデイ、トラベラーもお前を連れ戻してはくれないだろう。だがもしそれが叶っても、お前は我々のこともお前自身のことも覚えてはいない。自分の成し遂げたことも教えてはならない決まりだが、そうなったら言ってしまうだろうが、お前の手を取り、お前こそ我々の中の最良の人間だったのだと。恐れを知らず、優しく陽気、腕が立ち頑固で勇敢で、最後まで固い信念を持っていたと。そしてみんなにとってお前がどれだけ大事だったか伝えた。お前がガーディアンになったら、またそっくり同じ性質を備えているのだろう。だが我々にはお前が尽くしてくれた世界で生きていくことしかできない。お前が示してくれた道を歩もう。ありがとう。お前の成し遂げたこと、お前という人間に礼を言う。さよならだ、アマンダ。分かった。来たな、ガーディアン。